よくドラマなんかで武将が敵将の兜を弾き飛ばすシーンがあるんだけど、あれやると兜を弾き飛ばされた人は相当首を痛めてしまうのではないか、と不安に思ってしまう。心優しきゆっくり霊夢です。大獅子と孫作が一騎打ちをして、大獅子が孫作の兜を奪い取るシーンがあるんだが、打ち取るのよりもそっちの方が難しいんじゃないのか、と思ってたからな。日本の武将の兜はかっこいいものが多いと思う。派手なもの好きなマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのはお兄さんが職の重臣なのにもかかわらず国を裏切り、関羽の処刑に一役買った男、美貌よ。彼の選択のおかげで三国のパワーバランスが一気に傾いたとも言える男ね。三国志演技の美貌は情けなかったぜ。一度職を裏切って後に就いたくせに、劉備が後を討伐しに行くと再度職に寝返った。まあ劉備はそれを許さずに美貌を処刑してたけどな。さて改めて紹介する男は美貌、あざなお司法。職と後の歴史書によってなぜ関羽を裏切ったのか、その理由が微妙に違う。職では関羽、後では愚本の嫌がらせを受けてしまったちょっとだけかわいそうな男。彼は一体どういった人物なんだ。まずは彼の兄とその家柄から軽く紹介していくわ。美貌の兄は美軸という人で彼は莫大な財産を抱えている豪族だった。それこそ召使いは1万人を軽く超え財産なんて数えきれないほど大量にあったみたい。そんな家に生まれたもんだから美軸は徐州牧刀剣に招かれて別が十字に任命されていたみたい。そして美軸は刀剣がなくなると彼の遺言通り、劉備を後任の徐州牧になるように強く推薦したみたい。196年に劉備が演術を攻めるために出陣した際に呂布の裏切りにあって可否を奪われ、劉備の妻子まで捕虜にされると美軸は自分の妹を劉備の夫人にするように勧め、召使い2000人、と莫大な資金を劉備に提供してあげた。そのおかげで劉備は呂布の裏切りにあって城を奪われて困っていたのにもかかわらず、軍を維持することができたのよ。劉備にとって美軸は頭の上がらない存在ってわけね。だからこそ劉備は美軸の妹を夫人にしたんだろうしな。切っても切れない間柄にしたんだぜ。後に劉備は曹操の元に身を寄せて、曹操は美軸を英軍大衆、そしてその弟の美貌を北条宗に任命したものの、彼ら兄弟は劉備が曹操に背くと官職を捨ててまで劉備に従ったみたい。彼らにとって劉備はそれだけ魅力ある人物に思えたってことね。劉備は人を引きつけることに定評のある男だからな。まあ人を引きつける腕は曹操様や我らが孫権にももちろんあるけども、そういう魅力が英雄になるために最も必要な条件なのかもしれないな。劉備が益州を獲得すると美軸は安官将軍に任命された。これは当時の諸葛亮の官職よりも上の役職だったみたい。美軸は兵士を扱う腕に秀でておらず、軍を率いた経験もなかったものの、劉備は美軸にだけ特別に褒美を与え寵愛もしたみたい。多分美軸は劉備軍では大した活躍をしてないとは思うんだけどね。まあたとえ美軸が劉備軍で差したる活躍をしてないとしても、美軸は劉備のために莫大な資金を提供してくれて官職を捨ててまで自分についてくれた人間だぜ。劉備もその恩を忘れておらず、きちんと恩返しをしてあげたってわけだな。今回の主役でもある美貌はそんな偉大な兄を持つおかげか、南軍大衆に任命されて、219年に関羽が軍を率いて繁盛の宗人を攻めに行くと、公安にいた将軍の詩人と共に関羽の補佐をしたみたいね。まあこの時に美貌は関羽を裏切るわけなんだけど、その裏切った原因が後と職の歴史書、で若干違うのでこの機会にどっちも紹介していくわね。むむむ。美貌のお兄さんは劉備のお気に入りの人物だぜ。そんな人物がなぜ関羽、元い劉備を裏切ったのか。職側の歴史書では、関羽は兵士にこそ優しい男なんだけど死体婦を見下す癖があり、美貌と詩人は関羽が自分のことを軽く扱っていると思い、関羽が繁盛で戦っている最中でも物資の輸送こそすれど、関羽と密接になって協力しようとは一切しなかった。なので関羽は、帰ったらこの二人を処罰してやる、と公言し、美貌と詩人はこの関羽の発言を聞いてひどく恐れたみたい。関羽はやると言ったらやる男だからね。
この孫権は美貌と詩人が関羽と不仲なことを知ると寝返らないか、と誘い、美貌と詩人は孫権と通じるようになり寝返ったってことになっているわ。シンプルな寝返り理由ね。蜀の歴史書はシンプルな記述が多いぜ。まあ蜀にとっては裏切り者である美貌のことなんて普通でもそう詳しくは書かないか。一方御書では、余毛は先んじて公安にいた将軍の詩人を部下の愚本に説得させ、愚本は見事に詩人を降伏させることに成功。そして余毛は南軍にまで軍を進め、最初こそ美貌は城にこもって余毛軍に対抗しようとしていたんだけど、余毛が降伏した詩人の姿を美貌に見せると美貌は余毛に降伏することにしたみたい。御書の記述だったら美貌は御軍と内通してないように見えるわね。詩人が降伏したから諦めたようにも見えるぜ。さらにさらに五六という書物では、かつて南軍の城の中で火事が起き多くの物資が燃えるという大事件が起きたの。当然関羽は美貌を攻め立てたので美貌は関羽を恐れるようになった。孫権はこれを聞くと密かに美貌を願えるように誘い、美貌はこれに同意したの。だから余毛が慶州に攻め、混んでくると牛や酒を持ってきて喜んで余毛に降伏したみたい。まんま蜀の歴史書と記述が似ているものの、裏切った理由が支援すぎるわね。それぞれの歴史書によって美貌が裏切った経緯は違うものの、美貌が蜀を裏切ったことは紛れもない事実よ。美貌と詩人の裏切りによって関羽は五軍に追い詰められ、結果五軍の捕虜となって処刑されることになるんだぜ。美貌は後に降伏した後は将軍に任命されたみたいで、美貌の降伏に一枚噛んでいる愚本からなかなかな嫌がらせを受けているのよ。ある日、愚本が船で出かけている最中に美貌の船と出会った。そこで美貌の船に乗っている人が、将軍の船が通るので避けろ、と愚本に伝えたんだけど、これに、愚本はブチギレて、忠と信を守れなかった男がどうやって主君に仕えるのか、お前は城を二つ満足に守れなかった男なのに堂々と将軍と名乗っていいと思っているのか、と美貌に言い、美貌は黙って愚本の船を避けたの。愚本は心に思ったことを口に出しちゃう癖があり、このせいで孫権からも嫌われ、ていたのよね。主君の孫権にさえ遠慮しない愚本が、美貌に対しても遠慮するわけがない。美貌が降伏する要因を作ったのは愚本だが、それとこれとは別ってことだよな多分。愚本は後のために美貌を降伏するように誘導させただけだし。さらに別の日、愚本が車に乗って美貌の軍営を通り抜けようとしたんだけど、美貌の軍営は門が閉まってて通り抜けることができなかった。これに当然愚本はブチギレて、本来は閉めなければいけない時に門を開け、開けなければいけない時に門を閉める。こいつは道理を理解しているのか、と言ったの。さすがにこの発言は美貌にも相当答えたみたいね。愚本は美貌だけじゃなくて右近にも相当きつく当たってるんだよな。降伏した人物が嫌いなのかもしれないぜ。その後、美貌は後で将軍として活躍したみたいで、後を裏切って義に寝返った真相討伐の戦いに画星らと共に参加し、彼を生け捕りにするという戦果も挙げているの。裏切り者が裏切り者の討伐をしてるってのも皮肉なものよね。これ以降、美貌の記述は蜀と後の歴史書どちらにも残っていないわ。美貌の、兄の美軸は弟が国を裏切ったのを怒り、そのせいで病気になりすぐに病死しちゃったみたい。実の兄の最後を見届けられないってのもまあ嫌なものよね。国を裏切るってのはそういうもんだけどな。自分の家とかをすべて捨てて敵国に行くんだぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。蜀と愚本からかなり目の敵にされている人物だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。